海賊無双。やっほー。もう2年か。で、もうみんな船にいるのか。ルフィ以外はな。おめえらもとっとと来いよ。海軍に見つかると面倒だ。了解。42番グローブ海岸だな。そうだ、後で会おう。なんだ、聞いてなかったのか。な、海軍来る、俺たち船逃げる、わかるか。なんで片言だ、幼児か。文章で説明しやがれ。脳が筋肉のバカにはこれぐらいがいいかと。よし、あとでお前切る。それよりあっちの島騒がしくねえか。本当だ、あっちうるさい。戦争に投入された海軍の人間兵器がなぜここに。海賊麦わらのルフィ確認。しずれって言われてたのに。安心しろ、出航する必要はねえ。ここでお前を捕らえる。
強さだ。ひるま、囲め囲め。あれくらいで俺を止められると思うなよ。ロケット。
みんな船で待ってる。おい、どうした？レイリー！一応様子を見に来たが、問題なさそうだな。ああ、レイリー、2年間本当にいろいろありがとう。改まる柄じゃない。早く行け。レイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。そういや、まだやってねえよな。よし、てめえら注目、新たな冒険の発刊。うんめえ。しかしルフィさんはお強い。ただ骸骨だから胸ないんですけど。ああ、そういえばルフィさんも悪魔。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びる。ゴムで伸びるってだけじゃ。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行っ。俺ももっと強くなりてえぞ。きっと私たちにはできない鍛え。あお、そらつまり。ルフィ変態なのか。だが、イーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか。そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それより、サンジどこだ。なあ、ナミが強くなったのは、俺が。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもん。うっさいわね、昔の話じゃ。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ、肉はおかわ。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残した、その戦いに身を投じた人。最初に訪れた、やがて見知らぬ港町。バギー船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海賊かよ。なるほど、子分をかばったってわけが。おかげで追い回す手間が省けた。何言ってんだお前ら。撃てー、特製バギー玉。
化け物だ。バギー玉を跳ね返しやがった。俺たちだけじゃ手に負えねえ。もっと仲間を呼んでこい。お前、なんであいつらに追われてんだ。グランドラインの改造を盗んだからよ。私は1億ベリー稼いである村を買うの。だからグランドラインに入ってもっと大物の海賊のお宝を狙うつもり。もしかしてお前、航海術持ってんのか。当然、舐めてもらっちゃ困るわ。航海術って私に勝てる人はそうはいないわね。俺たちもグランドライン目指してるんだ。仲間になってくれよ、海賊の仲間に。海賊だったの。私が世界で一番嫌いなものはね、海賊なの。でも条件を飲んでくれるなら仲間になってあげてもいいわ。本当か。条件ってなんだ。私と一緒にバギーのところに行ってほしいの。ただそれだけ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ。ブラッハッハッハ。海賊を返した上に親分売って一味に入りてえた面白い女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す。私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。それが海賊の覚悟。違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今更俺を助けてくれたのか。バカ言わないで。勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。一人に何人がかりだ。ゴロ。何遊んでんだルフィ。鳥に連れてからけ見つけてみりゃ今度は俺の中が三刀流。アホ、参戦世界。あいつ、ゾロって言わなかったか。海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。別の仲間って海賊狩りのゾロのこと。どうなってんの。三刀流王子参戦する。Thank you.
だが、ノロノアゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あなたはどうすんのよ。了解。目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。傷ついた俺の名の方が重傷だ。行こうか。捕まえたぞ。ざまあみろ。ゴムゴムの捕まえて。下手な小細工で逃げ場を失ってはお前らだよ。あれくらいで俺を止められると思うなよ。なんだ、門が開かねえな。あれは使えそうだな。おい、おい、こっちから行けるぞ。お前らも早く来いよ。行けるか。あんた、やってることが人間技じゃないわ。しっ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 。じゃ、先に行ってるな。行っちまえよ。仕方ねえ、俺たちは別の道を探すぞ。
これだ。
それか。あの場所は名もない海賊がやすやすと通れる甘えた航路じゃねえぞ。てめえらなんぞがグランドラインに入って何をする。観光旅行でもする気か。海賊王になる。ふざけんな、ハデアホが。てめえが海賊王なら俺は神だ。世界の宝を手にするのはこの俺だ。夢見てんじゃねえ。見せてやるぜ、俺様のとっておきを。時間を稼ぐんだ、派手にやれ。海賊道家のバギー船長。てめえのその麦わらを見てると、若返しくるなあの男を思い出す。生意気なあの赤髪の男。赤髪？シャンクスのことか。これはシャンクスとの誓いの帽子だ。俺の宝だ。派手に撃てい、バギーだわ。そんなものが俺に聞くか。海賊王に俺はなる。どうりで見覚えがあるわけだ。あいつは昔同じ海賊船にいた同士だ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと一緒にすんな。なめやがって。俺が誰だか言ってみろ。俺は後にグランドラインを制し、全世界の財宝を全て手中に収める男だ。世界の宝は俺のもの。この世に俺以外宝を持つ者など必要ない。こんなにその麦わらが大切なら、卵と派手に切り刻んでくれるわ。この帽子を傷つけるやつは絶対許さねえ。ゴムゴムのー。